翼さんと翔さんが喧嘩してます。いや、あれはほっといていいぜ。殴るふりをしてるだけだからよ。ああ、言われてみれば確かに。よく見るとどっちのパンチも当たってないみたいですね。それに、何でしょう、おこたみの皆さんが遠くから二人を観察しているような。お祝いパーティーの飾り付けで翼と翔が揉めてたら、ルナールが通りがかってよ。男二人が喧嘩するシーンの参考にしたいって頼み込まれて、振りだけする羽目になったんだ。ルナールさん、ものすごい速さでペンを走らせてますね。やれやれ、いつ終わるんだ。翼と翔はもうぜーぜー言ってるじゃねえか。こと